サロージカーンはインドの振付師。ボリウッドで活動し、同映画産業の振付師の中でも指導者的な存在として知られていた。40年以上のキャリアの中で2000曲以上の振付を手掛け、インドのダンス、振付の母と呼ばれていた。2020年に入院先の病院で休止した。ナショナルフィルムアワード最優秀振付賞を受賞するサロージカーンボンベイ出身で、 本名は、ニルマラ・ナ・アグパール。両親は、インド・パキスタン分離独立後に、パキスタンからインドに移住した。3歳から子役として、キャリアを始め、ナザラナで、少女シャーマー役を演じ、1950年代からは、バックアップダンサーとして活動した。サロージは、仕事の合間にビー・ソーハンラールからダンスを学び、13歳の時に彼と結婚した。 結婚当時ソーハンラワルは41歳で、すでに4人の子供がいた。その後、サロージは、振付師に転職して、振付アシスタントを経て1974年に、ゲーター・メラ・ノムで独立した振付師として、制作に参加し、成功を収めた。成功後は、ミスター・インディア、ナギナ、チャー・ンドニーで首里デビの振付、ティザブ、センハー、ベータで、マドリ・リーク・シットの振付を手掛け、 ボリウッドで最も成功した振付師の地位を確立した。2005年にリアリティショー、ナハ・ボリー・イエーで審査員を務め、第2シーズンでも審査員を務めている。ソニーエンターテインメントテレビジョンのストドンカー・ストットにも出演している。2008年にナクラ・ VE ・ウィズ・スロージア・アカーンでホスト役を務め、ブギュウギーでは、ジャーベイド・ジャフリー、ラビベールと共演した。 トレクメイタカウールタシャシュマでも審査員を務めている。2012年には PSBT と映画局が共同制作したサロージのドキュメンタリー番組ザ・スロージアカーンストーリーが放送された。2020年6月17日にムンバイバンドラにあるグルナナク病院に入院し、7月3日に心停止により死去した。ありがとうございます。